こんにちは、ヤオミセラピストのマリです。今日はお家で癒し、楽しく簡単にできるマッサージの方法を紹介します。歩きすぎて張ってしまったふくらはぎを気持ちよくほぐしていきます。ではふくらはぎをほぐしていきます。お願いします。お願いします。やり方は掴んでゆさゆさ、掴んでゆさゆさ。掴み方のポイントは指をこう丸くするのではなくて挟む感じです。こう掴むのではなく挟む感じの状態で揺らします。どうですか？なんか肉全体が揺らされてる感じがします。全体が揺らされてる感じを目指します。気持ちいい。掴んでゆさゆさ、掴んでゆさゆさ、そこ響きます、うん、で、このお肉がいっぱい膨らんでるところも気持ちいいですけど、アキレス腱の方に打っていくと気持ちいいです。まあ、掴める量はちょっと少なくなりますけど、ここも掴んでゆさゆさとしてあげます。掴んでゆさゆさ、掴んでゆさゆさ、こんな感じです。血液が流れるって感じですね。反対側行きます。はい、ぐらい掴んでゆさゆさ、掴んでゆさゆさ。こっちの方が張ってますね。右の方が効きますね。ね、硬いです。掴んでゆさゆさです。で、必ず気持ちいいっていうぐらいを守ってやりましょう。痛いの痛いまでやってしまうと筋肉が傷ついてしまいます。右硬いですね。痛いです、ね、痛い。歩きすぎとか張ってる時にやってあげると気持ちがいいと思います。掴んでゆさゆさ、掴んでゆさゆさ、気持ちいい。やってみてください。ありがとうございます。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますので、よかったら活用してください。ヤオミミをよろしくお願いします。